川上林平です。よろしくお願いします。まず最初にちょっと玉なしで、まず皆さん軽くストロークを打ってもらって、ちょっとまず体を動かしましょう。まず僕がデモンストレーションをしますので見ていただければなと思います。お願いします。ラスト2球で、ありがとうございます。こんな感じで、僕が普段普通のストロークで意識していることは、まず、ウォーミングアップの時は特に大事にしているのが、面の真ん中に当てることなんですけど、ただ当てようと意識しすぎちゃって、自分のスイングを極端にこう置きに行ったりとか、止めないこと、一連の動作を止めないことを意識しています。なのでまずは最初は丁寧に真ん中に当てつつ、スイングの動作を止めないようにちょっと意識してみてください。それではお願いします。それでは一回ちょっとストップでお願いします。皆さん、僕は想像していたよりも、皆さんストロークはかなりうまいです。うまいんですけど、ちょっと一つだけ皆さんがちょっと抜けてるところがあります。打つ前にまず皆さん何をしますか？打つ前にスプリットステップですよね。はい、スプリットステップはプロの世界でもかなり大事です。なんで大事かというと、どなたか答えられる人いますか？反応の速度を速くする。まあちょっと似たような感じなんですけど、スプリットステップは確かに反応を速くするためのものではあるんですけども、一回一回落ち着かせるためなんですね。落ち着いてないとどうなります？特に格上の相手とやるとどうなります？落ち着いてないと試合の流れ速くないですか？実は相手のペースが速いとスプリットステップが抜けやすいんですよ。やり忘れてることが結構多いんです。なので一回一回ちゃんと我に返るというか、もう一回自分を落ち着かせるためのものでもあるので、もう一回ちょっと同じ球足でスプリットステップを意識して打ってみてください。それではお願いします。スプリットステップ抜けてるぞ。スプリットステップをするだけでショットの確率は全然違いますから、まずは落ち着いて丁寧にスプリットステップをしてください。そうですね、どうですか？ちょっとスプリットステップ意識しただけ変わったよって人いますか？変わりました。いいですね。これはやっぱりもう僕はあの世界で戦った時にもうなんか2メートル超えてる外人とかあるともうエースを量産するような外人の選手と戦っていくわけなんですけど、もうスプリットステップができてないともうボール返せないです。でもそれぐらいどのレベルになっても非常に大事なことなので。皆さんこれは常に意識してほしいです。でもう一つ大事な理由があるんですけど、皆さんテイクバックってどうやって引いてますか？なんか手からいっちゃってないですか？手から引いてでテイクバック小さくしてくださいって言われたら、こう極端に手でこうやってちっちゃくしたりとかしてないですか？多分結構の方が手から引いちゃってるんですね。スプリットステップをすると体は正面になりますよね。でテイクバックってこのスプリットステップした状態からただ体をひねるだけなんですよ。打ち勝つためのストロークにはこのテイクバックをしないと結構きついです。やっぱり打ち方どうこうっていうよりもまずスプリットステップからの次の動き、
頭の中でちゃんと理解していないと多分間に合わないです。今度はスプリットステップしてターンをしてそこから振るってことを意識してみてください。それではもう一回お願いします。スプリットステップした後ターンですね。で答えお願いします。行こう。では皆さん一回ずつお願いします。あ、ボールアップでお願いします。はい、じゃあ、ボールを全部集めましょう。それでは、次はさっきまでは手でボールを出してもらってたんですけど、次は、ラケット出し、ちょっと難易度が上がります。その前に一回ちょっとデモンストレーションでお願いします。球なしでお願いします。ラストで。まあ、まず最初フォアハンドをお見せしたと思うんですけど、フォアハンドの時に、最初に言ったようにフォアハンドは特に自分の振りやすい多分リズムが一人一人あると思うんですけど、絶対に止めないでください。ああちょっと打点ずれたなと思って、一連の動作がつながってない感じ、手で合わせに行ったりとかでしちゃう と、スイートスポットからボールがかなり外れやすくなります。別に当たんなくてもいいんです、結果的に。でも一連の動作を止めてしまう、自分のスイングを止めてしまうことがミスになってしまいます。なのでフォアハンドは特にスイングを止めないでください。でラケット出しなので手出しよりもボールが飛んできます、難易度も上がります、バウンドも違います。でボールが思って自分が思ってたよりも違うからといって合わせに絶対行かないでください。自分のスイングを続けてみてください。スイングが、止まってしまう理由は、手に力が入ってしまうとなります。よく多いのが速い球が来た時にうわ速いってなって、この時手力入りますよね。それをあえて速いと思っても手の力を抜くことを意識してください。まずは力まないで振ってあげることがフォアハンドで特に大事なことだと思います。次バックハンドお願いします。スプリットステップからテイクバックにかけて落ち着くことですね。最初に言ったことともうずっと同じことを言っちゃってるんですけど、どんなボールが来ても落ち着いて力まずにまずスプリットステップをしてターンをして、でしっかり綺麗にボールをラケットの芯に当てていくっていうのがバックは非常に大事かなと思います。バックハンドはフォアハンドに比べて両手ですので比較的簡単かなと思います。でそれでは、また、2面に分かれていただいて、2列でお願いいたします。手出しより難しいので落ち着いて打ってください。お願いします。大丈夫だよ、落ち着いたらいけるから。良くなってます。
真ん中行っちゃったんですけど、でも2球目が一番いいです。はい。真ん中捉えたから。そうです。もう迷わなくて大丈夫です。ラスト1回ずつお願いします。はい、お願いします。ボールを使ってください。